はい、こんにちは、山ちゃんです。いつも見ていただきましてありがとうございます。今日はね、ちょっと隣の市に来てみました。宇部市ですね。宇部市の、見えますか、こうかな、青山鮮魚さんに来てます。僕がね、勝手にね、師匠と呼んでる青山さんがやってるお魚屋さんなんですけど、今日は青山鮮魚に行ってみよう。レッツゴー。山ちゃんなんでここはあれ僕が仕入れましたね、これ僕が仕入れたみたいになった。あ、置いた、いや、落ちましたね、僕の髪が。ああ、そうセリフだな怖い、貴重な、これもう食育ですね、これがまさに食育、ね、よく聞くよね、この間のテレビの撮影の時もね、今日の別の人が、ね、熱血テレビなんか出てたのあれ、YouTube にも上がっちゃる。ああ、そうだよね、見れる、すごいよ、これ知らんやった、人から聞いてから、あ、今さん、YouTube 上がっちゃったよ、あ、どこにやってたら、あの、海と日本プロジェクトの、ああ、すごい、あのページすごくないですか、本式で載ってる YouTube チャンネルに、あの、上がってますよ、そのまま、本当です、ここを見に行ってみようってへえ。毎日2人がかりで、はい、あの刺身があるやろ、全部あれやるんですか、2人で、うん、300作るんです、300すごい、そ、偉いね。あれ、灰川さんはどんなつながりで一緒に働くことだったの。灰川はあれよ、もう1年はい、もともとスーパーにおったんや、はい、スーパーにおって、そのスーパーが、まああんまりあれで、なんかな、その、リストラがありそうなっていう感じの、あれで、自分で判断して、はい、自分で探してるうちに声かけたって。へー。それから、頑張って、まあ、ひどかったらお前本当に魚屋かっていうぐらいひどかったけど、まあ今本当よう頑張ってやってくれるけ、あ、期待のあれですね、うん、はい、本当一生懸命やってくれるけ、へえー、いいですね、うん、あ、すごい、いや、一回僕もやるんですけど難しいんですよね、本当、これ、まあ、イカってね、はい、イカそうめんっていうのがね、イカそうめんってこう縦に切った方がいいのよね、うんうん、はい、あの縦に切るのと横に切るのじゃ、はい、あの食感も違ってくるし、はい、あの盛る時もね、はい、立ち方ってイカをポコッとしたい時には、はい、縦に切った方が
盛れるんですか。うん、イカが立ちやすいのにね。へえ。まあ単純には縦に切るとちょっと固めって感じかな。うーん、横に切った方がまだ柔らかい、食感的に少し柔らかい。ああ、まあそれお好みってことですよね。うん、なるほど。麺で例えたらね、コシのある麺と少しコシが弱い麺っていう。なるほど。ただ食べやすいのはだからあとは好みよね。まあそうですよね。あの弱い人は横に切った方がいいし、うん、強い人は縦に切った方がいい、ね、なるほど。種類によってもまたいろんな切り方、大きさによっても切り方違うし、うん、横に切るともうちょっとペタンってなるわけよ、はい、だからその切る方向によってもこんだけまあ違うってことだよね。はじめ操作するのに、その操作に編集どころじゃないですよね。その前の操作、例えば変換とかああいうのからも時間かかるけさ。こっちの方が楽ですか、スマホ。楽な、アプリの方がもう全然、まあ、これ貴重な編集やり、ね、本当だ。やり慣れちょる方がやっぱりって感じよね。あ、はい、もうめちゃくちゃ簡単よね、こんなの。どれぐらいですか、1本の編集時間。3時間ぐらいかな。めっちゃかかってません？長いやん俺の。3時間かかってたんですか。3時間かかる。いやもうもうちょっと、すいません、もう毎日だからもうちょっと短いんかと思ってました、うん、すげー。あの視聴者の声はね、はい、多いんだけど、はい、結局その種類、ワンシーンをね、だいたい6秒がやっぱりいいっていう感じなんよ。でもう視聴者目線的には6秒、6秒、はい。で、それを10カット入れれば60秒やろ。それカットしようんですね。うん、60秒。それが100カットあったらさ、やっぱどうしてもなるよね。ということで今日は青山鮮魚さんにお邪魔させていただきました。青山さん、ありがとうございます。また動画見てくださいね。バイバイ。